株式会社オリエンタルは、カレー、香辛料などの製造、販売を行っている日本の食品メーカーである。陶器場の本店は、愛知県名古屋市中村区、亀島、本社事務所と工場は、同県稲沢市にある。1913年に、名古屋市中区大須で、星野駅一郎は兄である、星野幸太郎らと共に、輸入食品商社の東洋食品を創業。 対戦中までは食品の販売を手掛けていた。ますます一郎は終戦後新たな事業を模索し、カレーが家庭料理に普及しつつあることに着目した。当時のカレーはまず小麦粉を油で入り、カレー粉を加えてルーを作るところから始めていたため、その手間を省き、調理を簡単にできれば売れると考え、 粉末状のカレールーであるオリエンタル即席カレーを商品化させた。その後、兄はコーヒー、弟はカレーと別々の道を歩むこととなり、ますます一郎は1945年に名古屋市中村区椿町で個人創業。1953年に株式会社オリエンタルとして法人化した。オリエンタルの由来は東洋食品の東洋。を、 東洋風のカレーの意味合いも含めて英語読みにしたものである。ちなみに東洋食品は1922年に東洋商会への社名変更を経てカレーのオリエンタルに遅れること20年後の1965年にオリエンタルコーヒー賞となりコーヒー豆焙煎などの輸入食品商社と不動産業として現在に至る。個人創業の時代は妻と二人で商品を リアカーに積み、チンドンや先導で売り歩く商法を取った。アン・パンが1個5円の時代に、5皿、分1個35円と、高価ながらも飛ぶように売れたという。法人化後の1953年からは、踊りや大道芸など様々な芸人を宣伝カーに乗せ、工業とカレーの試食会を兼ねた斬新な宣伝活動で、オリエンタル坊やのキャラクターのスプーンや風船を、 配るなど、全国各地をめぐり、テレビやラジオの提供や、CM ソングなどの広告宣伝で知名度を上げ、1961年に販売部門を分離した、株式会社オリエンタル要項を設立して、全国各地へ販売網を拡大。個人創業から工場化後も、職人による添加物が少ない自然なカレー作りに一貫して、こだわり続け、 1966年に稲沢市へ工場移転後も受け継がれた。1962年にはインスタントカレー第2弾である陽気入りの茶つねをつけたオリエンタルマースカレーを発売。稲沢市の新工場のレトルト設備完成に伴い、1969年にスナックカレーを発売。南俊明出演のスナックカレー CM の 林もあるでようの名古屋弁フレーズは当時の流行語になった。1973年に清涼飲料事業に進出。グアバドリンクや炭酸飲料などを各地のオリエンタル洋行を通じて主に自動販売機などで販売された。オリエンタル会社のマスコットキャラクター、オリエンタル坊やカレールーの固形化は戦後間もない頃から各社で試みられ、1952年には 大阪のベル食品工業から、板チョコ状のベルカレールーが発売された。1960年代に入り、ライバル大手もこれに追随し、やがて固形ルーが主流となっていく。カレーの固形化には、牛脂などの高有点の公開を用いるなど、健康上の問題があったこともあり、オリエンタルは、自然思考の食品に徹して固形化を行わなかった、姿勢から、やがて苦戦を強いられ、 1970年代から1990年代にかけては地元東海エリアを除き全国的に縮小を及ぎなくされた。1990年代に入りおもちゃコレクターの北原照久にオリエンタル坊やグッズが取り上げられ2000年には同志とオリエンタル坊やキャラクターとのコラボレーションが行われるなどのほかかつての消費者が オリエンタルのカレーを懐かしむ声と再評価から改めてカレー製品の全国販売が試みられ、東海エリア以外でも販売が再開されつつある。近年はレトルトカレーなどの販売が主な事業となり、中日ドラゴンズマスコットのドアラカレーなどのご当地キャラクター、有名人とのコラボレーションや、 名古屋土手飯など、地元ゆかりのレトルト商品や、男のカレーなどの本格派のレトルトカレーも、開発している。その後、市場環境の変化により、2002年の、清涼飲料事業から撤退に伴い、各地のオリエンタル洋行支店を閉鎖して、本社と東京支店に集約した。飲料事業は、翌年、アシードへ譲渡した。2002年に外食業に進出。 金沢にガネーシャを開店後、北陸のほか東海を中心に、チェーン展開。後に、台湾、香港などの海外にも進出するなど、新たな道を歩んでいる。最近では、一部地域での祭りなどで、出店として出店していることも多い。オリエンタルカレー店舗情報による。その他台湾に2店舗。ありがとうございます。